B、E、E、更衣室。イエーイ。今日は皆さんにチョコレートをやっていただきます。チョコレート。今まで企画ってやったことないです。ない、ない、うん、商品を並べていただくっていうのようにやってきたんですけど、うん、今回は皆さんの味覚で商品を当てていただきます。今回用意したチョコレート5つ用意しました。このチョコレートを目隠しした状態で1個ずつ食べていって、で全部食べきったら何を食べたかをホワイトボードに書いていただきます、うん、で今回挑戦していただくにあたってご褒美を用意しました、うん、正解数が多い方にご褒美を差し上げます、うん、そして正解数が一番低い方に罰を受けていただきます、うん、うわー今日ねずっとさきみーが鼻が出たからこんなに詰まってるってぐらい、うん、ザジズゼゾとかが言えなそうだ。ザジズゼゾ今日圧倒的不利なんだけど、これが罰ゲームみたいと思う。確かに。でもこれさ、お互いがお互いの顔見れないから寂しいね。確かに。絶対さこちゃん似合いそう。似合うよ、見てほしい。見たい。ちょっと見て、ちょっと見てみようかな。あー、なんかね、すごい似合ってる。じゃあ、皆さんまず1つ目食べてください。どうぞ。多分分かる。私も多分なんか多分食べたことない。私もこれかなって思ってるのあるんだけど、こんな味だったっけ。分かる、これかなって思うけどこんな味だ。プレーンの味ってこんな、うん、なんかちょっと塩味を感じる気がして。先に言って鼻水味。あ、やだー。ちょっとやめて、今やめて。でも確かにその単純な舌だけのあれだと塩味が入ってるのかな。怖い、怖いね。何が起きてんの。では、2つ目食べてください、どうぞ。これも食べたことあるよ。久しぶりに食べたら美味しい。うん、いい、わかる。かわいい味ですね。かわいい、かわいい。はい、では3つ目食べてください。はい。え、うん、あ、これ初めて商品名わからん。なにこれ、うん、これ初めて食べた。わかんない、わかんない。え、なにこれ、この形あったっけって。ええええ、ふさふさしてる。ふさふさ、わかる、なんかめっちゃふさふさしてる。わかる、ふさふさしてる。ふさふさしてるな。しかも円形じゃないよね。なんか円でもないし、四角でもない。なんかよくわかんない、オブジェみたいな形してた。オブジェ、ゴツゴツした楕円みたいな、隕石みたいな、うん、え、そうそうそう、なんだ。え、では4つ目お召し上がりください。はい。え、なこれ、え、あ、わかった。え、チョコそんな食べないかわかんないよ。やばい、私これ形状変わってもわかる。え、これ形状変わってるんですか。うん、クッキーみたいな、なんだこれ。サクサクしてる。え、シラス。え、シラフ。あ、シラズって。何語だよ、シラズ。はい、ではお食べください、はい。うん、おいしい。めっちゃアメリカこれ、うん、いや、めっちゃうまい。なんだ、なんだこれ。マジアメリカの味する。
はい、皆さん目隠しを外してください。はい、あ、明るまぶち明るい。皆さんいかがでしたか。美味しかった美味しかった後半わかんない。クロちゃんめっちゃしゃっくりしてるだけです。では皆さんフリップにおかけください。はい、今回ちょっと難しいかなと思ったので一応ヒント差し上げます。あ、やった。4つ目のチョコレートなんですが、こちらは名前のかっこいいお菓子ですね。名前がかっこいい。全然私は思ってるのが名前クソダサいんだけど。最後に食べたチョコレートに関してはオーソドックスな普通のミルクチョコレートなので、どこのメーカーが出しているミルクチョコレートかを書いてください。あ、なんか分かった気がする。え、でもなんかあれ、でもなんかそんなんだった。タイムアップです。では皆さん一斉にフリップの方を表にしてください。どうぞ。じゃあまず吉田さんから。一番上がメルティーキッスで、2番目がアポロ、そして3番目がいちごチョコの味がしたので、頭って分からんと思ってアポロチョコの頭で、4つ目がブラックサンダーで、5つ目が明治かな。ブラックサンダーか。私は1番目がメルティーキッス、2番目がアポロチョコだったんですけど、3番目のこれ食べたことあるんですけど、多分あのでっかい、あカプリコ、カプリコ、カプリコだ。カプリコのあれを瓶の分に割って、うん、その入れてるのかなって思って。そうかも。それだ。じゃあカプリコです。これはで4番が今書いて思ったけどオレオってチョコじゃないで、5番は明治のミルクチョコレートかなと思いました。1個目メルティーキッスと2つ目がアポロは多分結構自信があるんですけど、3番、4番、5番全然わかんなくて、もう上というヒントだけで、でもなんかこういう形だったんですよね。だからタケノコの里の先生ちょっと待って、商品で書いてないからダメです。でもカプリコだったわ、よく考えたら。いや、うん、これめっちゃファインプレー、うん、しかも4番目もブラックサンダーだったわ。うん、言われたらそう、言われたらそう。5個目はすごく甘く感じたから、なんかあのハイミルクかと思ったんだけど、でもめっちゃゲロ甘に感じた最後。え、わかる、すごい甘く感じた。私海外のチョコレートかなって思ったぐらい甘かった。言ってたね、アメリカミーっていうのが、ね、でもなんか迷った末に明治、私もチョコレート、私も明治にした。この全私も1メルティーキスにアポロ、3がカプリコの頭、おお4アルフォート5がなってくる。なんかカプリコってカプリコの頭っていう商品があるから、普通にカプリコの頭っていう商品かと思った。カプリコを割ったんじゃなくて、まあでもどっちでも別にカプリコの頭だから変わんないんですけど、4は絶対ブラックサンダーだね。うん、ブラックサンダーだった。なんかクッキー成分があるお菓子見当たらなくて、アルフォーとか咲山チョコジローしか出てこなくて。あれも好き。咲山チョコジローはかっこよくないな。確かに。だから言ってたんだ。逆に逆張りしたらかっこいいかなって思ったけど、ハンクスではあるけど違うかなって思って。はい、では皆さん答えが出揃ったので正解の方を発表していきたいと思います。まず1つ目、皆さんメルティーキッスと書いていただきましたが、正解はメルティーキッスで正解です。続きまして2つ目、皆さんアポロとご記入いただきましたが、こちらアポロで正解です。素晴らしい。3番なんですけども、正解はカプリコの頭です。すごい。はい先生、これはどうなりますか。どうしましょうか。天狗はどうですか。天狗ですか。仕方ないですね。じゃあ三角でカプリコでした。はい、カプリコの頭っていう商品が出ておりまして、あ、やっぱそうなんだ。うわー、ね、でもカプリコの頭っていう商品とカプリコの上の方違います。一緒だ。あ、やばい三角じゃない。カプリコは頭っていう商品じゃないですか、これ。ねえ、一緒だよ。あ、あっちゃ
4番ですね、はい、4番いろいろ皆さん書いていただきましたが正解はブラックサンダーです。やったー。さあ最後5番目のどれだろう。チョコレートなんですが正解は明治のミルクチョコレート。吉田さんまだいくつですか。はい、吉田山は丸4つです。はい、丸 3.5 です。丸5つね。丸5つね。3つです。はい、3つですね。私も3つです。はい、ということで優勝は吉田さんです。やったー。すごい。最下位なんですけれども、今回つんこさんと宮本さんが同率ということで、お手で罰ゲームをお手でいただきます。今回は辛くて苦いお茶です。七味のニュース。七味系なの。あーでも分かる分かる。なんか唐辛子系。なんか唐辛子入れたうどんの出汁みたいな。入れた。いい匂いそう。一味？別じゃない。ちっちゃが冷静に。茶に唐辛子が入った感じ。ねえ。なんかやだ。食レポ。食レポして。お飲んだ。え、しかもさ、暑いとさ、辛いじゃん。辛いじゃん。辛いの強くないじゃん。さきみ、さきみ、そんなに時間使って大丈夫？面白い反応できる。できない、できない、できない。あ、ハゲちゃん、ストレスない。面白いことしなきゃ。いただきます。またお茶戻ってきな。かわいい。かわいい。かわいい。戻ってくる。あ、戻ってこなかった。あ、うん、さあ、罰ゲームが終わったところでご褒美を。やったー。そういえば。いいなー。いいなということで、今回も私のいかに自分がコンビニに行ってるかというのが露呈した回になったと思います。優勝できてよかった。イエイ。私は初めてカプリコの頭があるっていうのを知って、うん、商品がちょっとコンビニで探してみようと思いました。楽しかったです。はい、私はちょっと罰ゲームが嫌だったです。小学生に感想をいいよ。罰ゲームが嫌だったです。私も大丈夫。罰ゲームが嫌だったです。罰ゲーム嫌だったです。嫌だったね。ということで、今回の動画みんなよく頑張ったよっていう方はよかったらみんなグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回もぜひ皆さん見てください。それではバイバーイ。バイバーイ。